今日アメリカに行って、ルイシアナの選手、ルイシアナ州の選手と練習してんで、まあ長くて日本語で話したことないからもうちょっと忘れてんじゃないけど、今日使ってる拳銃がそのスミス&ウェッソンボディーガード、という拳銃ですね。カリバーが380だから、Does any, is this specifically used by any sort of、professional personnel here? I'm not sure. 特にそういうプロの方が使ってないと思うんだけど、そのこのこっちに来るとその CCW っていうというあのライセンスあのシステムがあって、でその CCW っていうのは Concealed Carry Weapon だから、こういう拳銃だとあの簡単に隠れることできる、こうやって。で護身のためにこうこのライトあってレーザーこう押したら見えるかな、気にしてた、こうでその練習のためにこう出してターゲットの方を見るとこのサイトの方を見なくていい、だから女性用な拳銃ですね。なぜかというと、なぜかというとそういう練習の時間あんまりなくて、もしこう毎日練習、その練習場行って射撃場に来てこうやってババンババンババン、あの何回かこういう慣れるように自然にこう出すと、そのサイト見てターゲットの方見てで撃てるようにそういう練習するね。あの例えばの話かな、あの自分があの出かけるとこうその嫁ちゃんがまだ家に行ってこの拳銃が置いてあると、か簡単に使えれることができるなぜかというと、さっきも言ったんだけどその練習時間あんまりなくて、もしその使い方がこんな簡単に使うのやったらこうですね、 OK で、エアソフトのバージョンあると思うと思うんだけど、このアメリカの方だとこっちはちょっとこう多くなってる、安いし。 How much was this? 300、日本円だと今のところで2万6000円ぐらいで本物で。 How much is ammunition for this for one pack of 50? About 35 US dollars、50発の弾の、 あの8個ボックスパックっていうと、3000円ぐらいですね、だから練習の場合は俺から見るとそのエアソフトより安いんだけどなだからもしちゃんと練習したい方いれば多分こっちに来ればいいと思う。まあ俺の場合だとこうおすすめしないんだけど、まあいいやつだと思うね。I think you should learn English and subscribe. で、それでまた拳銃のリビュービデオも作るんでよろしくお願いします。Fire! Woo! Tune the chest good. One up top. You can also strip from it. That's cool.You go here, boom, like that, or even that. And as he comes at you, one, two, three. Training time coming at you from Las Vegas. I had my hands on his face the whole time doing this.It's a fucking knife. We got the shoulder. Pass with this one. You see? From here, I can just throw it back. Great! Get down, get down, get down! Move, 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 push the gap! Drop your weapon, drop your weapon! Fuck! Good. Oh, it's there. Fuck yeah. There we are.